ヨークベニマル。株式会社ヨークベニマル。AA 賞ヨークベニマル COLTD は福島県を中心に東北南部から関東北部5県にかけてスーパーマーケットチェーンを展開する福島県郡山市の企業2006年平成18年9月セブンアイホールディングスの完全子会社となった食料品を中心に医療 雑貨などを扱うスーパーマーケットで店舗数は214店である2017年9月現在福島県宮城県山形県栃木県茨城県でドミナント出店している2000年代以降はヨークタウンと呼ばれるドラッグストアやホームセンターなどと複合したオープンモール型のショッピングセンターによる出店が多い月の初めの3日間に行われる1、2 三の市などの特定の日に行われるセールが古くから行われていた。現在では月の中間の3日間でど真ん中独の市も行われている。セブンアイグループ q イグループの一員で伊東洋華堂との提携関係により安定した店舗展開を進めてきた伊東洋華堂が31.4%出資。セブンアイグループのスーパーマーケットであるヨークマートが 関東地方に展開しているため、地域的に住み分けている状況にある。関東地方では、茨城県、栃木県のみに出展し、他の都県は、ヨークマートが出展している。かつては、茨城県南地域にヨークマートと、ヨークベニマルが混在していたが、現在茨城県内にヨークマートはない。ただし2008年、平成20年4月、セブンアイグループは、2009年、 平成21年から、ヨークマートをヨークベニマルに事業を統合することを発表した。すでに角屋のヨークベニマル転換が完了しており、ヨークマートについては、店舗の転換は行わず、出店地域の住み分けもこれまで通り維持される見通しだが、システムなどの管理部門を統合し店舗のデザインなどを共有化することで、コストの削減を図る方針である。他には祖号。 西部系列のザガーデン自由が丘があるが、こちらは百貨店や駅ビルの食品売り場を構成する出店形態が主である。一方、同じくイ、e、グループのデニーズジャパンとフランチャイズ契約を行って1985年昭和60年10月から福島県で外食産業を展開したが、1997年平成9年3月にはデニーズジャパンに営業を譲るし、 本業であるスーパーマーケットに集約している。セブンアイホールディングスの発足後も、当初一部に上場していたが、2006年、平成18年9月1日に、株式交換により、同社の完全子会社になったことから、2006年、平成18年8月28日に上場廃止。ただし、完全子会社後も、本店、資本金、代表、 業態はそのまま続行しており、ロゴもハとのマークを継続使用している。2018年、平成30年11月16日、仙台市若林区山和町に位置した、老朽化した既存店を大規模小売店舗立地法の対象外で建て替え、商品を絞り込んで販売する新タイプの店舗である、ヨークマル市山和町店を出店した。ヨークベニマルでは、同店の出店を 将来の積極的な出展を見据え、ノウハウを構築したいと説明している。ヨークベニマルのヨークは、イトヨカドのヤックをアレンジしたヨークであり、ベニマルは、かつてのクレナイマル商店のベニマルを合わせたもの。セブンアイグループで展開されているプライベートブランド、セブンプレミアムの開発においては、同社、大高義教会長が、 グループ MD 改革プロジェクトリーダーを務めて、開発の主体として行っている。セブンアイホールディングスグループの電子マネー7個は、2012年、平成24年4月以降順次、郡山市の富、久山店で4月17日から、先行導入し、試験的に実施。5月15日に、福島市や郡山市など、中通り地区、同22日に、合図、 いわき良地区で導入された。その後、茨城、栃木、宮城各県などを含め、6月26日に、全店舗への導入が完了した。なお、7個導入以前から店内に設置されている。セブン銀行 ATM は、セブンイレブン等に設置されているものと、同様、7個へのチャージや残高紹介に対応している。月1回開催されるセールで、商標登録もなされている。 商標登録番号第475万299号。毎月1、2、3日に開催。例外として新春は4から7日。4日が日曜の場合、丸2、1、2、3、4日と4日間開催するパターンがある。その期間中、特別商品が安くなったり、個数限定で値段が安くなったりする。また、本社がある。 福島県や多くの店舗を展開する宮城県などでは浸透し、おなじみの CM ソングを載せたテレビコマーシャルも長く放送されている。姉妹セールとして毎月15日頃開催のど真ん中毒の市があり、こちらも商標登録されている商標登録番号第523万1022号。なお、新富岡店は福島第一原子力発電所事故の旧、 避難区域内にある店舗で営業時間短縮、11時開店から19時閉店のため、このセールを実施していない。店舗数225店、2018年11月、現在、ポスシステムは NEC 製を使用。セブンアイホールディングスのグループ全体については、セブンアイホールディングスを参照。ヨークベニマルシ会社は以下の一社。 都市対抗野球に8回出場し、昭和62年と平成6年の2度ベスト8に進出したが、1999年、平成11年の夏に解散している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。